アルゼンチンのメッシ足破壊サレムネンの大号泣。南米選手権コパアメリカは現地時間7月14日にベフロリダ州マイアミガーデンズで前回王者アルゼンチンとコロンビアの決勝戦が行われ、延長戦の末にアルゼンチンが 1-0 で勝利、連覇とともに単独最多16回目の優勝を飾った。だが先発出場したアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシは無念の負傷交代。ベンチに下がった際には大粒の涙を流し大号泣した。前半に負傷した右足首はかなり腫れ上がっており、海外ファンから衝撃の声が上がっている。序盤は互いに固いスタート。その中でメッシは前半36分に突破した際に右足首を痛めた。ピッチで治療を受けたとプレーを続けていたものの、悲劇は後半18分に起きた。左太もも裏を痛めて手で顔を覆う。すぐさま交代が告げられベンチへと下がった。ベンチに座ったメッシは両手を顔で覆い大号泣。スパイクを投げつけ溢れ出る涙を抑えられなかった。スペインのサッカー専門誌は今年最も悲しい映像、コパアメリカでの最後のダンスが怪我で終わったと理解した後、リオネル・メッシはただ倒れた、なんて苦しい瞬間と伝えた。メッシがベンチで流した涙が悲しすぎる。本当に素晴らしい、尊敬できる選手だわ。ここまで泣けるほど真剣になれる大人ってかっこいいな。メッシがスパイク投げるほどあまり大げさに痛がることをしない、メッシが痛がってだからな。中継で映った足の腫れもひどかった。昔のユーロ決勝のロナウドと似た状況やな。そもそもメッシの負傷交代なんてめったに見ない。ディマリアとのプレイもっと見たかった。スパイクの宣伝かよってくらい終始スパイク目立ってたな。今までありがとうメッシ。とにかく優勝できてよかったな。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。